どうもこんにちは、酒井です。笠原です。今日は僕が思う犬のしつけでそのやってはいけないことトップ3を発表していきたいと思います。僕もね、この仕事を始めて今17年ほど経つんですけれども、いろんな飼い主様を見てきました。やっぱりその見ていて、ああそれはやってはいけないよねっていうようなことをやってしまっているような方も結構いらっしゃったんですけれども、それをね今回皆様にお伝えしていきます。今日の動画でもし該当してしまう方がいらっしゃっても、この動画を見て対策をしていただけると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは、早速ね第3位の発表していきたいと思います。特に大人数の家族だと大変なんですけれども、大人と子供でそのワンちゃんへの教え方、接し方とかですね、そういうものが全く違うっていうこともあります。やっぱり家族間でのしつけの統一っていうことはしていかないとワンちゃんも混乱してしまいますし、特にね、もっと大人数、2世帯家庭とかね、おじいさんおばあさんも一緒に生活しているとかっていう家庭ですと、おじいさんおばあさんなんかは特にワンちゃんに甘く接してしまうっていうことが多いですし、お子さんなんかですとワンちゃんに対する接し方ですね、荒い、抱っことかも急にバーって抱っこしに行っちゃったりとか、そういったことが結構あったりするんで、しつけにも影響がしてくることが多いです。どういうその対応していけばいいのかっていうのに困る、結果しつけができないということにつながっていくのが多いなっていうふうには感じました。お父さんお母さんはしっかりこういうふうに方針を決めてやっていこうって決めたんだけど、なかなかおじいちゃんおばあちゃんとかがそこまでやんなくていいんじゃないの、かわいそうじゃないみたいな感じで、協力してもらえないようなケースとか、本当はしつけが上手にできた時しかご褒美っていう形でおやつあげないのに、隠れてもうどんどんあげちゃうとか、そういうこともあったりするみたいで、あとやっぱりお子さんもちょっとお父さんお母さんはこう言ってたけど、そこまであまり理解できてないケースもあるんじゃないかなと。そういったこともあると思いますね。その辺はワンちゃんを購入する前段階なのかな、しっかりと家族間でワンちゃん迎え入れたらこうしようねっていうのは、決め事として用意しておいた方がいいんじゃないかなというふうに思います。具体的にどんなことを決めていけばいいですか？統一するってことですよね。褒め方も、よくやったねっていう褒めて、例えばご褒美を一つあげましょうとか、で叱り方、叱り方っていうのは正しくないんですけど、そのしつけ方ですね。例えばもうまずはみんなで悪いことをしたら無視してサークルに戻しましょうとか、ダメっていう言葉を合言葉にしてもらう、何でもいいんですけど、ノーでもダメでもいいんですけど、家族間で統一してそのようにしてもらう、そういったことを決めておくということが上手にしつけするための第一歩なのかなというふうに思います。そうですね。そのしつけのためにおやつを使いたいって思ってるのに、何でもない時、ただ単におやつをあげたい時にあげてしまうと、やっぱりこのしつけのためのおやつっていうのが効果が薄れてしまうような、薄れるでしょうね、気がするので、そういうところも家族間でしっかり話し合って決めて、しつけをしていった方がいいということですね。いいと思います。ちょっとね、分かりづらいんで具体的に説明しますけれども、ワンちゃんってすぐ前のことを忘れちゃう生き物だって言われてるんですね。20分30分前にしたことで褒められたり怒られたりしても分かんないんですよね。行動を起こした、現行犯ですよね。いいことをした時にはその本当にもう1秒後に、極端に言うとですけど1秒後に褒める、悪いことをした時にはその悪いことをした1秒後にその叱るなり無視するなり何なりをするということが大事になるっていうことですね。お留守番中にしてしまった、ちょっとおしっこを、外してしまったとか、それを帰ってきた時にダメでしょって言ってもダメっていうことです。もう分からないと思いますね。結局怒られてることは分かると思うんですけれど、なぜ怒られてるかっていうところが分からない、もしかしたらその帰ってきた時に喜んでその飼い主様を迎えるに興奮してバタバタっとしたのが怒られたのかなっていうことで感じるかもしれないし、もしかしたら全く違うことで感じるかもしれないし、もしくはただただ飼い主様が怖いっていうふうに感じてしまうかもしれません。いいこと悪いことをしたその場で褒めたり叱ったり、そのしつけをしてもらうっていうことが大事になります。逆もそうですよね。お留守番中におしっこちゃんとできてた時に帰って、あ、ちゃんとできてたねって褒めたとしても、そのことに対して褒めてるっていうふうに分からないんですよ。
飼い主様喜んでるなくらいは伝わるかもしれないんですけど、どれで喜んでるんだろうみたいな、まあ、これも例えば飼い主さんが帰った時に吠えたりすることって多いんですけど、本当は飼い主様的にはおしっこ上手にできたことに対して褒めたいんだけれど、ワンちゃんからしたらワンワンって吠えて飼い主さんを迎えたことに対して喜んでるっていう風に感じてしまったりすることもあると思うんで、まあ、その場その場で褒めたりしつけをするっていうことが大事になってくるっていうことですね。で、誤解させてしまうっていうこともあります。そうですね、その可能性もあります。言葉が理解できない分、そのタイミングでしっかり物事を結びつけていかないといけないということですね。そうですね、その一つ一つに結びつけていく、それが大事になります。これはもう当然といえば当然ですね。そうですね、はい、ワンちゃんを叩いたりすることでしつけるってことは、まあ、おすすめ当然しないんですけれども、例えばですけど悪いことをしたって時に叩きました、ワンちゃん痛かったです、飼い主様が思う悪いことっていうのはしなくなる可能性はあるんですけれども、飼い主様を怖がってしまったりとか、知らない人が触ってこようとするような手も叩かれるって思って噛みついてしまったりとか、そういうね、ちょっとあまり良くないことにつながる可能性がありますし、昔はねよくあったと思うんですよ、訓練士さんなんかもこの子たちも叩いてしつけるんだみたいなって、やっぱりあったと思うんですけれども、そういう時代でもなくなってきましたし、結構ね気性が荒い子に育ってしまうっていう例も多いみたいなので、やっぱりおすすめはできないですね、恐怖で押さえつけるような感じですね。そうですね、ね、人間だったらもう体罰問題だって言って、やっぱりニュース取り上げられちゃうくらいやっぱりダメなことなのかなと思いますんで、まあね、今やっぱりそういうことをしなくてもしつけっていうのはできますので、理解いただいてそういうふうにはしないという気持ちは持っていただく必要があるんじゃないかなと思います。中には、僕もそうなんですけど、やっぱりそのダメなことをした時、やってほしくないことをした時って、どうしてもこっちも感情的になっちゃうと思うんですよ。ああ、それはやっぱりありますよ、僕たちでもやっぱりありますもん、もう何回言ってもわからないっていう時はどうしてもこっちも感情的にすごいなっちゃうので、そういう時はなんかこうどう対処したらいいのかなって。そうですね、僕が思うのはその言葉がまず通じませんので、もうそういう生き物なんだっていうことを理解してもらった上で、飼い主様自身も一つ深呼吸してもらって、その落ち着いてもらうっていうことが、その飼い主様にも必要になるんじゃないかなと思います。多分叩いても本当に通じないんで、なんで叩かれてるのかっていうのが、その分かんないと思うんで、もう叩いたことある人ってやっぱりいらっしゃると思うんですけど、多分後悔するしてると思うんですよね。で、結果叩いてもうまくいかなかったと思うし、そういう気持ちをしっかりと持ってもらってしつけを考えていくっていうことが、必要なんじゃないかなというふうに思います。ワンちゃんと生活していくと、人間の思う通りにいかないことっていうのはたくさんあると思いますし、家族間での協力っていうのも絶対必要になってきます。イライラしてしまって手を挙げてしまいそうになることもあると思うんですけれども、自分の愛犬だけが特別に大変ということでは、きっとないと思いますので、ワンちゃんと一緒に乗り越えてですね、ぜひ楽しいワンちゃんとの生活を送っていただけたらなと思います。店長は今までチョコちゃんと今クーちゃん、今までで一番大変だったしつけって何かありますか？いや、うちの犬ね、わりかし手かからないタイプの子だったのかなと思ってるんですけど、クーちゃんすごい性格いいですよね。そうね、そうなんですよ、ただね、今思うといいことしか思いつかないっていうのはあると思います。迎えた当初っていうのはいろいろあったんじゃないかなっていうふうには思いますね。ダックスンドのチョコちゃんなんかは結構無駄吠えとかもあったりしましたけど、僕もこの子ハーフはちょっと無駄吠えで結構悩んでるんですけど、無駄吠えはね、やっぱりね、本当に難しいんですよ。本当に言っても治らないっていうこともあるんで、うまく付き合っていくっていう必要もあるんで、まず他人に迷惑をかけないっていうところが、その一番重要なポイントになってくると思うんですけれども、自分がその許せるかどうか、その部分が重要になってくるんじゃないかなと思うんで、付けってやっぱり人それぞれで違うと思うんですよね。ここまでできてればいいわっていうラインが違うと思うんで、そこはね、家族間での
ライン、ここまではっていうラインをその決めていけるといいんじゃないですかね。あの絶対にここまでやれないといけないっていうものではないんで、まあ、他人に迷惑をかけないっていう最低のラインを守りつつ、自分たち家族の決めるしつけのラインっていうのをある程度こう調節してね、やっていけるとその気持ちが楽にできるんじゃないかなっていうふうに思います。それでは今日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。いや、ハーフ、ハーフ一人やといい声ね。うん。ケイティとアウトだね。